どうもどうも先生、久々のね、あれですけれどもね。こんにちは、こんばんは、おはようございます。はい、井上真央でございます。ノーミルク佐藤でございます。なんかやっぱり終盤騒がしくなってきましたね、遺跡の噂ですとか。まあね。新体制の話とか、まだ終わってないですけど、ね、まあそういう季節ですよね。そうですね。ちょうど我々今収録してたらね、風間さんの話がちょっと飛び込んできたって思いますよね。そうですよね。12月1日火曜日ですけど、今ね、そう。正確に言うとね、セレッソ大阪の技術委員長らしい。監督でもコーチでもなく、技術委員長ってどういった協会員とかと違った協会員ではなく。U23 チームはなくなるんですけど、そのいわゆる若手の、はい、指導っていうところでだと思いますね。じゃあトップチームとかとは関係ないってこと？全く関係ないみたいです。あらまあ。でも、これすごいいいことで、はい、今その、日本サッカーですごい成長したけ、きたけど、はいはい、その海外に比べるとちょっと足りないかもって言われてるのが、はい、若手の選手たちの戦術力らしいんですよ。なるほど。うん。だそこを彼がやることによって、セレッソの若手の子たちの脳内が鍛えられていくんじゃないかなって。そういうの風間さんはやりたいんだ。そうなんですね。頼まれてってことですか。だってもともとって筑波大から始まった人ですからね。ああ、そうか、根本的に。そうか。その辺の世代を。そう、東院横浜とかね。でもそれが今のフロンターレに繋がってますからね、間違いなくね。そうなんですよ。ああ、そういうことか。そうそう。そういう方が面白いって思う方なんですかね。ですね。ああ、面白い。これは面白いセレッソから変わっていくんですね。なんか面白いなと思うのが。だから監督も変わるんですかね。ああ、それもあるんじゃないですか。こっちありきなんですかね。わかんないですけど。どうします？これでまたクルピさんとか来たら。それはフィットしてんの？風間さんのそのやりたいこと。いや、わかんないけど、なんか育成が好きそうだっていうところで。なるほど。若手をね。でも、育成好きな人が違うイズムで来たとまた揉めちゃうんじゃないの？だからまあ、同じスタイルでやれる人が、だから揃うといいっすよね。なんなら仲良しと言いますか、通貨の人の方がいいわけですね。ね、全然いいっすよね、そういうのが、ね。風間さんが実は全部牛耳ってて、実はトップチームの監督もね、それをちょっと聞きながらみたいなことになれば。ちょっと面白そうですけどね。面白そうですよね。お兄貴さんが一番面白いですよね、監督じゃ。あら！いや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 。手放さないでしょうけど。でもそういうことじゃない？まあそうですね。でもまたもしかするとそれで、風間八宏セレッソ技術委員のもとに、はいはいはい、それこそ次代のセレッソのコーチングをやっていくようなスタッフがこう揃ってきても面白そうですよね。そうですね。そこも育てていくぞみたいな。革命改革がそこから始まるみたいな。そう。今セレッソここまでうまくいってるけど、そこをちょっと刷新していくっていうのはちょっと面白いですね。今度は2030年に向けて新しいことやっていくぞ。なるほどね。アンダー23とかの、活動なくなるから、また違った方法でっていう、うん、これはでもちょっとワクワクしますね。ね、面白そうですよね。なんか噂によるとね、ガンバの宮本監督も実はそっちの方が好きなんじゃないかって話、先生が前ね。そうなんですよ。大阪はなんかそういう、育成に対する意識が高くて面白いなってすごく思いますね。確かに。でもなんか、やってると思ってくんですかね、そういうのって。あるんじゃないですか。だって宮本監督だってやっぱ U23 から始まったし。そうだね。だって宮本チルドレンめっちゃ海外行ってるじゃないですか、それ考えたら。考えるとっていうことですね。ですね。だから、今ほら、全世界で見てっても、ペップチルドレンみたいないるじゃないですか。はいはいはい。そういうスタッフというか、監督の方多いから、だからいつかは、風間スタイルのその後継者みたいなとか、宮本スタイルの後継者とか出てくるかもしれないですね。結局 J1 を制止する監督になろうと思ったら、育成からちょっともう一回、っていうのもあるのかしらね。あるでしょうね。面白い時代になってきましたね。なってきましたね。セレッソ本当まだ誰になるかまだ決まってないんで、本当ななみさんとかね、大岩さんとか本当いろんな名前出てるから、まだまだわかりませんけどね。いいね、監督ってね。例えば、ヤヒロさんが入るんだったらね、よりアンダー23見たいですけどね、なくなっちゃう。あ、そう。そうだ、それで考えたら、U23 で言ったらですよ、マーさん。J3 に来季はテゲバジャーロ宮崎が来ること決定して。あ、そうですよね。うん。はいはい、はい。で、もう一幕は結局決まらずと。決まらず、1個。だから3減って1増えるってことですか？そういうことです、ね。じゃあ、偶数では収まるのか。いや、4減って。4減るの？はい。ガンバとセレッソの2チームと、あとは上に2つ増え、いくので。そうか。ああ、そうか、そうか。結局今回なかったから。はい。そうか。
第1位は、こう、あぶれちゃうわけだね。普通になるかもしれないですね。暫定順位ってちょっとね、なんか、ねってとこあるもんね。なんですよね。ねえ。だから、ちょっとそれでセレッソだけ U23継続かなってくんないかなって。いやいやそれはそうですけど、ここだけってわけでいかないですね。まあ、いかないですね。なるほどね。うん、あれは、あの、当初のあの、日本選抜みたいなJ アンダー22?、ねええ。あれね、あんま僕いなかったんですよね。そうなんですよね。なんかこう気持ちが入りにくいというか。そうですね。成績はあんまり良くなかったですよね。あと、ちょっとこの時期が、ねね、いろんなところから移動させるってのがちょっとあんまり。うん、そうですね。一番ないやつですね、今ね。かもしれないですね。そうか。そういうことか。でも、でも、なんかね、複数で収めてくれるようななんかしてほしいところありますけどね。そうですね。JFL の1チームなんかね、うん、あ、だから JFL も来季だから奇数みたいですよ。ああ、そうか。はい。じゃあ、ぴったりじゃない。JFL のあぶれたチーム1回で。かも、筑波大学とか入れちゃおう。明治大学入れちゃおうじゃん。J3 に。ね。順位とは関係ないですけども、明治大学入れちゃおう。いや、ね、どうしますそれで、いきなり8位とか食い込んできたら怖いよ、それはそれで。それはもうみんなもうだんまりです、そこは。だんまり。だんまりです、そこはもう。あの、順位表にも入れません。カッコ、みんな、下に入れてるだけです。そこはもうだんまりです。だんまりかいやいやいや、そこはやっぱ J チームの意地見せるでしょ、それは。まあそうでしょうね。そっか。まあそう、来季の話ですけどね、J3 もありますけど。はいはい、J1 が増えるわけですね。じゃあ20チームっすよ、20チームっすよ。20チーム。で、J2 も。じゃあ22で変わらずなんですけど。22ああ、そっか。そうそう。ここはね。抜けて2入ってくる、ね。そうそう。あ、じゃあ J3 が減るわけだね。J3 が減ります。1個増えてね。そうなんですよね。あれ昇格で2個減るでしょ、はい、アンダーチームなくなって2個減るでしょはい。で、1個入ってくるのか。はい。ああ、なんか頭の中ロケット鉛筆みたいになってきましたよね。使ってましたロケット鉛筆。今は、ね、わかりますわかります。でもなかなか、やっぱね、今までなかったような形というか、J118 チームスタイルっても十何年続いてたじゃないですか、はい。だから本当に久々のことだと思うんで、ね、私からしたら初めてのことだからなんか本当ちょっと驚いてますね。はい、日程も結構キツキツになるってことでしょ意外と。いや、っていうのがね、だけでもねちょっとトマーさん、驚きなこと、これ、この間ね、あの、原博美さんのツイートにあったんですけど、なんかこの間 ACL の会議やったらしいんですよ。ACL の会議、はあはあ、会議。で、そこで、来年の、はあはあ。で、そこで、ACL 来期の2021年の ACL の日程とか、あと、ワールドカップ予選の日程決めるはずだったらしいんですよ。これ、大変ですよね。あ、アジアのね。そうそう。はい、はいはいはい。で、日本ってすごくて、うん、あの、世界のリーグで、特にあの、イングランドとか分かりやすいんですけど、うん、リーグ決めた後でカップ決めて、で、カップ戦って、もしあの、引き分けになったら、うん、あの、延長戦やるんじゃなくて、再試合どっかでもう一回とかなるから、リーグに行ってぐちゃぐちゃになるんですよ、後から。イングランドとかそうですよね。そうなんですよ。ただ、日本ってちゃんとしてるところがあって、うんうん、各所いろんなところがちゃんと決まってからリーグ戦がつつがなく進ませるための日程を作るんです。ああ、もう日本人らしいですね。まあ、それが当然って思っちゃいますけど、我々からしたら、ね。我々からすればね。うん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 、そしたらね、ACL のまず西から会議が行われたらしいんですよ。うん、ACL の西。そう、中東ってことですか？そう、なんで一緒にやらねえんだって思うけど、うん、まず西決めた後で東だったらしいんですよ。うんうんで、西の会議で、成功同定ですか、立場も。そうなんです。油が出るからですか、それは。多分そうかもしれない。そうですか。そしたら、西の話し合いが決裂したらしくて、東行われず。東の？え？東の会議は、なし、延期。中東側のアジアの会議が決まんないと、始めることもできない。できなくてる。なんでそれ、なんだそれ。こっちの方がちょっと強いぞ。だから、マジで、まだ J リーグの来季のことを考えることすらできない。あそこが決まってかないとなんだ、まず。そうなんですよ。あ、でも、やるやんないかからの話。そう、やるやらないかからだから。ああ、うわ、もうこれ決まんないぜ。だって、誰にもわかんない。オリンピックとかワールドカップとか、そうでしょ？やるやらない。で、やる場合でも、いわゆるセントラル、うん、またしてもセントラル開催なのか、いわゆる例年と同じスタイルでやるか。うん、今やってね、終わってみないとどうだったかもちょっとわかんないしね。そうなんですよ。で、日程どうするのか、なので、それで。
また続くんですか、こんな話し合いがずっとまた来年も。そう。まあそりゃそうだよね。そうなると、J リーグがいつ開幕か分からず、各チームはキャンプをいつできるかが分からず。そうそうそう、そうでしょ？うん。それアラブのなんかこう偉い人たちのせいでいろいろ遅れちゃうでしょ、これ。まあでもね、やっぱちょっとコロナっていうところで考えると大変ですからね。そうなんですよね。だ我々レベルで言ったら最近あのヤベッチスタジアムも始まりましたけど、キャンプがいつやるか分かんないっていう風になると、デジッチいつのタイミングで放送されるかも分かんないっていう。それはいいじゃないですか。楽しみに待ちましょうよ、それ。別にそんなシビアなもんじゃないですよ。ね。ただ来年ね、その、ワールドカップ。一番はしゃぎにくいんじゃないですか、コロナだから。まあね。なんかこう、コロナ対策どうなんだとか言って、言わないことにしましょうね、みんなそんなデジッチ。いや、ほんとそうですよ。ね、そんな一個一個アクリル板挟んで選手ふざけてんの見たってしょうがないですからね。あと、もし。みんな PCR してんすから。ね。あと、わちゃわちゃやってたとしても、結局試合の中でいろいろやってんだから。そっちのがね、あれなんだわけだから。そうなんですよね。それ言わんか。そう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 。そんなね、宿舎でみんなフェイズシールドしてるわけじゃないんだから、ただね。ほんとそうですよ、ね。PCR 検査まめにしてるわけですからね。そう、通常で言っても、ね。何を守ろうとしてるんですかね、我々で、ね。エンターテインメントですね。選手の気持ちですよね、多分ね。来季はね、まずあの、ワールドカップ予選もあるから。ワールドカップ予選も止まってんの忘れてたね。ね、だからそれもね、なんかともすればセントラル回数あるらしいんですよ。試合数が減るってことですか？そう。ホームアンドアウェイじゃなくなる。いきなり最終予選。そう。で、あと、しかもだから、どこでできるかもわかんないんで、まだ。ああ。そうなると、あの、なんだろう、海外から呼べない可能性があったり、もしくは国内から行けない可能性も出てくるんで。ああ。シンガポールでやるって言われたら、もうシンガポールにいる日本人で代表組むしかないわけね。か、もしくは日本から行けないって言ったら。アルビレックス、新潟、シンガポールでも、サムライブルーになるしかないわけね。そしたら、これ。いや、だったら勝てる気するな。これ長ジャパンとかやってほしいな、そしたら。これちょっと前ね、やったからね。ああ、確かに。だし、しても、そうなんです。移動の具合では、代表招集にもいろんな影響があるかもしれない。そうなんです。だから東京オリンピックにも、いわゆる海外からその日本に呼べない可能性もあるので。いや、それは国によってあるでしょうね。そうなんですよ。だから、ともすれば、その国のプロトコルで引っかかっちゃった。あるよね。あとね、これあるんですよ、まだもう一個。どんな棒高跳びうまくてもね、日本には入ってこれなかったっていうことで。いやー、そんな、あの、深く染みるところじゃない、恥ずかしいから聞いて。ワールドカップ。勘だしね、しかも、ワールドカップ予選と、東京オリンピックが、はい。ちょっと被んじゃないかっていう噂も。あ、そうだね。はい。日程によってはそれもあるよね。そうすると。水曜日ワールドカップ予選で週末オリンピックとかね。みたいな。だから、そうなると森安ジャパンって何ぞやって話になっちゃうんです。そうなると。分けなきゃいけない、ね。分けなきゃいけなくなるので。まあその場合はさすがに、まあまあもう上やるしかないっすよね。そしたらね。トップ10しかないから。妹っていうパターンもあるのか。そうなんですよね。だからまだそこら辺に関してはね、我々がこういろいろこう心配とか考えてもしょうがないぐらいに、本当に動いてないから、まだわかんないけれども。ね。いや、ほんとそうっすよ。そうなんですよね。まあでもまずはね、やっぱり。それもそれでもいろいろ危なそうな気がします。決まんなかったら国もおかしくなっちゃうじゃん、こっちもね。 ACL ね、まあ確かにね。すいません、 ACL ちょっとお腹痛いんで今年。お腹痛いあの、マイコとハマリワだったらもし行けたら行きますっていう無理ですか。飲み会みたいな。飲み会だよ。めんどくさい飲み会。めんどくさい飲み会。あね、一応行かないってことにしといてもらって、あの予約とか席なかったらいいんで、行けたら行きますっていうの無理ですか。練習しますみたいな感じで。バチッと日程決めちゃって、もし行った方がいいようなとこだったら、そこからこう出るように日程直してね。まあね。無理なんだから、そこから。まあね。いや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 。いやー、まだ大変ですね。まあまだ今季終わることの方が大事ですからね。ねえ。僕らのチェアマンがちょっとね、こう疲れちゃうのはちょっとかわいそうですもんね。そうですね。ご飯食べてくれてるしね。まずね、シーズン1月4日までですか、いわゆる、ルバンが終わるまでで考えて。はい、はい。それでもまだあと1ヶ月くらいあるわけだから。
そこを終わんないとやっぱ次いけないと思うんだね。なるほどね。やっぱね。もっとおおらかに楽しみましょうか。もうね。もっとね。しまないっつって。そう。いつなのかなっつって。うん。なんか別に。まだ決まってないとか決まったとかじゃなくて。はうん。あるもよし、なしもよし。よし。っていうね。なしもよし。正しい態度をね、決めていきたいよね、ファン側のね。そうですね。間違いない、間違いない。ばっかりはもうね、わかんないもんね。わかんないこと考えてもしょうがないですから、あと自分でもどうにもできないですからね、こんなの。確かにそうなんですね。どうしたらいいかね、コメント欄に書き込んで。よろしくお願いします。どうやったら楽しめるのかっていうね。うん。ね。まあでもサッカーは本当にね、楽しくてね。あ、うん、っていうかそういえば、楽しいなって思ったのがね、この間あれですよ、やっぱりアベッチスタジアムのやっぱり、始まりまして、で、いわゆる全、ね、全試合のそのハイライトとかも見せてくれるわけですよ。うんうんうん、解説とか付きで。はい。嬉しいね。ということで、まあ、J リーグが面白くなってればいいですけどね。そうですね。でも若手がこんだけ活躍して力をつけていってる。まあ、世代交代みたいなことも起こってくる来年になるんじゃないですか、結構。まあ、もともと今年がその予定だったと思うので。うん、あ、コロナなくてもやっぱほら、今年はいろんなその交代枠、5枠ってこともそうだし、はい、ぶっちゃけ各チームお金がないのは、もう丸分かりなので、はいはいはい、市場価値とか年俸安い選手がメインで使われる可能性は高いから、もともと高かった選手が多分ちょっとカテゴリー落としてでも、いわゆる自分の年俸落としてでも、一個下のカテゴリー行くとかってことは想像つく話なので。そうか、そうか。なんで今年経験を積んで、今年というか、この次のシーズンにバーッとこう、キャストの入れ替わりが起こってくるようなニューヒーローがいっぱい生まれてくるような感じがしますかね、これね。ね、ちょっと楽しみでございます。これって実は何年後かのサッカーに介入したらよかったりしてね、いろいろ。いろいろ出てくんじゃないですか。若い経験を積んだ人が増えてくるってことになる、ね、来ると思いますよね。そうか。今年まずそのキーパーが明らかに刷新されたところあるじゃないですか。はいはい、ビルドアップ型のゴールキーパーがいっぱい出てきたっていうか。ああ、なるほど。鹿島の沖選手とか、清水の梅田選手とか筆頭に。うん、なんでそういうこととかは徐々にこれ各ポジション起こりうるんじゃないかなっては思いますね。若い手を使うことで若い人になってくってこと、近代的になる。そうですね、近代的になってくる。タレントさんだってそうでしょ、今ね。ああ、そうか。やっぱりこうギャラの問題もあるし、こうフレッシュな方にこう早く切り替わったってこと。はあ、はあ。彼らがまた次の世代を作っていく可能性があるということですよ、これね。そうですよね。ね、いる若でも、だから若い世代から U15 ぐらいからやっぱりちょっとやっぱ伝えていきたいってところ。U15 は早いんじゃないですか。U15 早いか。そうですよ、もうつきすぎるからね、そっから。そうなんだよな。ね、じゃあ、まあ U17 ぐらいにしときましょう。そう、ね。高校生からにしとき たいです。うん。そうだね。そうですね。あと、セレストと何最近のニュースが注目してるってことで言えば。最近のニュースで言ったら、最近ちょっとあと出てきてるかなと思うの。あ、そうだ、ちょうどね、これ収録してるところで、その、まさにその、ベテランの話ですよ。はい。はい、札幌で、ちょうど今ですよ、マジで。はい、早坂選手と、はい。市川選手の引退が発表されたっていうのが。あら。ちょうど今。そうですか。はい。あ、まあ、だから、こういう時期なんでね、そういうこともいろいろありますよね。そうですね。そうですか。今、なかなかね、セレモニーとかも、まあ、最終戦でとかか。そうです。ホーム最終戦でとかはありそうですよね。ね、あと引退試合とかもね、保留してる人もいっぱいいるわけでしょ。まあ、難しい。はじめね。そうですね。ああ、そうですよ。だ今度は中村健吾選手もそういうこともある、ありそうですよね。そうですね。なるところだよ。あと、そういえばちょっと J 以外の話を私させていただいてもいいですか、はいはいはい、この間、うん、リバプールで南野拓実がフル出場したんですよ。リーグ戦でね。そう、ブライトン戦で。なんかちょっと前まではね、ちょっとクロップがちょっと見下り判断じゃないかみたいなね、そんな飛ばし記事にもいたような記事がありましたけども、はい。そしたらね、うん、でも、ちょっと僕、これは完全に僕視点、データマンの僕視点の話なんですが、はいはい、確かに、合ってねえなってのは思いました、南野選手が。あ、見てて？はい。あら。どの位置入ったんですか？フィルミーノの位置ですか？違うんすよ。マネ、サラ、ミナミーノじゃなくて。インサイドハーフ。ああ、はいはいはい。でも、
ある一点においては南の正直リバプールの中で、うん、一番合ってないなと思ったんですが、うん、逆にある一点においてはリバプールの中でトップだなって成績残したのもあったんですよ。あまたマネサラミルミーノも出てた。あ、出てました。あ、まあ、そうか。マネは途中からの、はい、交代でしたけど。そうそうそう。まあ、何かっていうと、うん、ボールを持ってやるサッカーの時は、南の選手ちょっと合わないんですよ。はい。もしかすると、レッドブル・ザルツブルグでも、うん、まあ、リーグ戦では問題なかったけど、うん、やっぱチャンピオンズリーグ戦っていく時には、いわゆるカウンター志向のサッカー、うん。なるほど。なるほど。それがあまりにも染み付きすぎてるんじゃないかっていうのが、まさにリバプールとやってスカウトされるきっかけになった、試合ではそういう仕事してたってこと？そうですね。でもだってクロップもリバプールプロでしょ、うん、拾ってくるときにやっぱそこの考慮はあったんじゃないの、気がついてみて、ああ、そっかカウンターだったか、ああ、間違ったとはなってないはずですけどね。なってはないと思うんですが、生き生きしてる感が全然違うんですよ。なるほどね。で、リバプールもだから守備的になる局面って絶対あるじゃないですか。うんうんうん、その時の、いわゆるゲーゲンプレス感とかだったら南のナンバーワンです。ああ、なるほど。うん。じゃあ、ボールが仕事なんじゃないの？そうなんです。だから、ボールポゼッションしてる時とかだと逆にもう、他の選手からパス回ってこないですよ、南の選手。ああ、なるほどね。多分、あいつはそういうところじゃなくて、カウンターの時に生きるやつだから、みたいな感じの中、見受けられたな。僕も昔からそうです、思ってるんですけど、日本人中心に熱持ってさ、海外サッカー見てるとさ、すげえパス回ってこねえじゃんってイライラするけど、サッカーって本来そんなもんだよね。そんなもん。一人に回ってくる回数ってね。そんなマンチェスターユナイテッド、香川ばっかり経由しねえよっていう話だよね。ですね。当時はもう、ね、って思う。ただ、ドルトムントの時は触ってたんだよね。それに慣れちゃったからね。そう、確かにそう。前線のメンツってやっぱ1分半から2分しかボール持たないですからね、多くて。ね、まあ、しょうがないかなと思いますけどね。そうですね。なんか1も入ったわーってテンション上がってよく見たら、なんかこう、あんま触んねえなーってなっちゃう。繰り返しはもう卒業したいですね。卒業したいですね。自分にもいい気がしてますけどね。ちゃんと見ていかないといけない。あと、まあ、どう見たらいいんですか？いや、まあ、あとでも我々からすると、ベルギーあたりでこうめちゃくちゃ日本人活躍してたりもするんで、そういうのもありますよね。ちょっとなんか活躍してる人たちがあまりにも多いからこそ、あの人も頼むぜっていう感じとかも出てきちゃうのもあるのかなってのは、すごく感じるところだったりしますね。活躍するしないに、焦点合わせすぎなのかもしれないね。そうですね。海外で日本人がサッカーをしてると、そのチームはどういうサッカーをしてて、今どういう状況で彼はどういうポジションなのかというのを楽しめれば本当はいいんですけどね。ね。つい点取ったアシストしたとかね。なっちゃうわけで。そうなん。ってことでね。まあ、まあ、ほら、最近ヤベスタが始まったじゃないですか。はい、はい。で、そこで、もう国内とか海外とかのもう映像付きで、レビューとかやってくれるじゃないですか、これハイライト。ってのもあるから、ちょ来年ね、魅了赤を、ちょっとこんなことやったら面白いんじゃないかって思って、今新しく私考えてるのがあって。今年結構千葉で選手とか、その試合、あれじゃなくて、試合とかチームに結構、そのフォーカスした内容でのお届けが多かったと思うんで、まあいろいろしょうがなかった一年でもありますけど、来年もっと選手の動きとか、この選手はこうやって動きて、何が、どうやってどう効果的でって話を、魅力からもっとちょっと出していけたらいいなと思って。はい、ああ、なるほどね。戦術とか、もしくは、選手戦術とか、チーム戦術とか。いいじゃない。それが魅力っぽいですね。そう。来年はちょっとそこに。テレビプレビューはもう、やってくれますからね。やべっちさんがやってくれますから。なんで、やべスタで拾わなかったところだけちょっとやるかもしれないけど。やべスタを見てのレビューにしましょう。あ、いいですね。ねこれいいね。あのコメント面白かったですね。いや、そうですね。どんな立場やねんってあれ。あと、どの道やべえささんでもJ3 はね、あまりまだお届け多分なかった感じなので。だ J3 プラス、まあ、J1、J2 ちょっと拾うって感じのことを、やっぱり毎回マンデーライブの冒頭とかでやりたいなと。なるほどね。それ以外にやっぱもっとデータのこととか、もっと選手のこといろんなその動きの質だとかってことにちょっとフォーカスしたようなものをお届けしたいなと思うので。雑談とかね。ええ。なんで、まあさんもちょっと。まあさんもなんでちょっとお楽しみいただけたら、多分資料の質も変わりますから。資料の質。あ、資料の質が変わる。あら。はい。何すかそれ。なんでちょっと楽しみにしてください。手触り。香り。手触りか。こすると煙出るみたいな。YouTube も変わりますね。そんなところまでお届けできるってのが。アホ機能ですね。なるほど。まあでも楽しみです。いろいろ変わっていくということで。ね。
いろいろ不自由なこともありますけど、そんな時こそいろいろ変わっていくということで、ね。そういうことですね。だって、ズームインタビューがもう全然ありな時代になった。これ素晴らしいことですよ。そうですね。我々も結局。なんだそれって言われたような、これ。ね。うん、8ヶ月も会わずね、我々もよくやってきましたよ、ほんとに。そうな、8ヶ月会ってないですからね、先生と僕ね。そう。うん、だから今もなんかマイクのことで揉めてるくだりもね、リモートだって分かってない人には何の意味も、分かんないですよね。伝わってないですからね。我々、だからそのくらい当然になっちゃってるってさっき思ったんですよ、俺。リモートでお送りしてますがもう言ってないじゃないですか、うん。そうですね。そうなんですよ。なんかもう、ね、いわゆるこれ、見る若、僕に関しては見る若だけじゃなくて、ね、何の仕事でも全部ズームか LINE だから。いや、すごいね、先生。はい、はい。逆に家から出られないので。あ、そうだよね、うん。家にいないと仕事にならないって逆の。そうなんです。逆のやつですね。だからよくこれをね、個人配信とかでも、今日も家から出てないんですって言うと心配されるんですけど、はい、家から出ないと仕事にな、家から出ないのが仕事だから逆に。ね、これ、偉いリモートワークの弊害です、ね。弊害なんですよね。総合距離ゼロ。そうなんですよ、ね。スマホで見てみてください。今日何歩歩いたかある。8歩とかの時ありますから。気をつけてください。散歩してください。一回ね、さすがに運動してないなと思って、その場で足踏みしながら立ってミーティングしたことがあったんですよ。ああ、大事、大事。そしたら、佐藤さん、うるさいですって言われて、やっぱり、なんか、何かが、トントントン言ってね。そうそう、ね。そういう時も言ったんですよ。うるさいわけないでしょ、こっち何もやってないんだからって。言いました。テーブルこっち歩いてるだけだよ。テーブルで焦げる、ね、下で焦げる、足だけのやるバイクおすすめですよ。ありがとうございます。ただ気をつけなきゃいけないのは、こうやって喋ってるんで、はぁはぁ言うんで気持ち悪いと。それも危ないなと思ってるんで、ね、難しい時代ですね、ほんと。そうですよね。はい。わかりました。ということで、またお届けしてまいりましょう。新しいニュース会にして、また解説お願いします。お願いします。ニュース解説、ちょっとよろしくお願いしますね。やりたいと思います。お願いします。ニュース解説。はい。はい。井上まーでございました。ノーミルク佐藤でございました。チャンネル登録、よろぴくで、ありがとうございました。